はい、おはようございます。ダンサー兼ビデオグラファーフォトグラファーのズです。こちらのチャンネルではカメラ、レンズ、カメラ機材等のレビューであったり撮影についてのさまざまな情報を発信しておりますので、チャンネル登録の方ぜひお願いいたします。はい、今日はね、久しぶりのドゥ散歩、フォトウォークですね、スナップを撮っていきたいと思っております。で、本日は、東京都の中央区、月島の方に来ております。で、カメラはいつもの XE4 ですね。 XE4 で、レンズが先日発売になったばかりのシグマの 56mmF1.4 です。まあね、中望遠機っていうことなんで、フルサイズ換算が 84mm、85mm ぐらいのとこなので、そのね、ちょっと圧縮効果だったりを、狙っていけたらいいかなと思ってます。で、フィルムシミュレーションの方を今日はエテルナでいこうかなと。すごいね、下町で雰囲気あるとこなので、ちょっとね、シネマチックにというかフィルムチックにね、撮影できたらいいなと思っております。というわけで、早速行ってみたいと思います。はい、というわけでね、まず一番最初に来たのは、月島のもんじゃストリートですね。月島西中通り一番街。そう、でメイン通りは人も多くてなんですけど、一本裏道に入ったあたりの雰囲気っていうのがすごくいいんですよね。今ね、勝どき橋に向かって移動しているんですけれども、ちょっとね、迷子中でございます。スズメがすごい。で、もんじゃストリートね、すごい良かったんですけど、なんせちょっと人が多くて、動画がね、使えないと。人の顔がめっちゃ映り込んじゃって、はっきりちょっと使いづらいなってことでね、こう移動中で撮っております。はい。で、もんじゃストリート自体ね、すごくいい感じでした。あ、いいな。というわけで勝どき橋にやってきました。あの真ん中が開くんですね。いいな。あ、でもここもすごくいいな。みかんと桜の残りとね、久々にこうのんびりとちょっと写真を撮りに来てるんで嬉しいな。隅田川、隅田川めちゃめちゃ大きいんですね。で、正面に、すごいね、ビルと東京スカイツリーが見えております。どうだろう、動画でも見えてるかな。あのスカイツリーをバチッと F4 まで絞ります。
風ね。はい、というわけでね、今勝どき橋ね、あちらが勝どき橋で、そのままぐるっと見渡して向こうに行くとスカイツリーまで見えるんですけど、スカイツリーは、残念ながら GoPro ではちょっと見えないかな。写真でね、ぜひ楽しんでいただければと思います。で、結構ね離れてるんですけども、やっぱ中望遠ねの、56mm だとどうしても、ちょっと全身全部がね映りきらないので、ちょっとね離れてみようかなと思います。橋全部入れようと思うとかなりね遠くなるなと思って、今なんかねこの辺はすごく、なんかあの辺のね、建物の色とか雲の感じとかすごくいいかな。タンポポいいですね、おたげが。この辺まで来れば、勝どき橋も全部入るんじゃないかなと思います。どうでしょう。中望遠レンズでどうしても自分が撮っちゃうやつとしてね、このベンチがあるんですよね。並んでるベンチすごいね好きなんですよね。おお、そして船が、おお、来た来た来た。で、この辺が佃ですね、佃公園。よいしょ、はい、佃で。はい、というわけで、今ね撮影の方を終えました。で、今回やっぱり使ったこのシグマの 56mm、改造感半端ないなっていう、やっぱ建築物を撮った時にすごくねパキッと決まるのはね撮ってて楽しかったですね。でボケミもやっぱすごいです。その中望遠液フルサイズでいうとこの 84mm、85mm ぐらいなんで、ボケミがやっぱりすごくって、そのボケを生かした撮影っていうのも本当にねちょっと楽しかったですね。また、どんどんね使っていきたいレンズかなと思いました。というわけで、今回の動画は以上になります。この動画が良かったよ、参考になったよって方はグッドボタン、チャンネル登録もしていただけるとすごく嬉しいです。それではありがとうございました。さよなら。